今もう150キロ、60キロのちょっとこう体の大きい力士がやっぱ多いから、100キロで戦うためには、やっぱもう横の動きをもっとつければ、こう、多分もっと幅が広くなる、相撲の幅が広くなる。今の親方衆で、その小さい中で相撲のうまい相撲取り、今誰がやっぱうまいかなと思って、ずっと思ってたら、俺の現役の時だったら、学校の先生やったら友の花って、まあ、性格悪いけど相撲はうまい、間違いなくうまい。だからそういうのに教えに、教えてくれって言って、教えに恋に行ったらいいと思うよ。友の花の相撲をやっぱりこう勉強したらいいと思う。もう下手入った時のこのこう相手をこう、なんす、小手振れてるとかね、そういう今の力士よりも俺らの時代の力士の方が、もうそうやってこう刺したらもう腕へし折ってやろうとかいうようなやつがいっぱいいたから、もう強引に腕へし折ったりするからね、こう小手振ったりね。だからそういうのにずっと耐えてきて、うまくこうかわしてきた相撲だからね、友の花っていうのは。うまく下手取って、この空間をうまく利用した相撲取りだから。だからそういうのもこう教えてもらったらいいと思う。炎鵬が出たね、石川県の、金沢の、その相撲クラブっていうのがあって、そこの小学校の時の今監督やってるのが俺友達だから。やっぱでみんなやっぱりこう相撲好きな人が多いから、だからやっぱり炎鵬応援してる人いっぱいいるからね。だからやっぱり、まあもう一回復活してもらいたいよね。うちのね、子供あたりにこう押しつぶされてるような相撲じゃなくてさ、もっと動けて、もっといい相撲取れると思うからね。